よしきもおとしは、江戸時代のもおとしいの一族、長州藩の一門家老第四席。毛利元成の三男、小早川高陰及び九男、小早川周法を外する。小早川隆陰は、実子がおらず、貧乏国の国人漁師大田氏の後継ぎとなっていた旧、帝の小早川周法を養子とする。しかし周法は、隆陰の養子に、豊臣家から秀明が入ると拝着され、 この時別家を建てている。周法はその後も豊臣秀吉から優遇され、高陰に従って各地を転戦するうちに家造を重ね、晩年には畜後久留米城主として十三万国を治療するに至った。大見国の大津城の戦いでは西軍について、京国工事が守る大津城を落としたが、関ヶ原の戦いでの本体の敗戦後、改役された。その後、周法の子、 元鎮が改めて、毛利てる元に召し出され、長戸国内で阿川、滝部、都の居で七千国を与えられた。その後、元寿美は、寛永二年に、須王国吉時期、軍与木村に両違いとなり、この時一万千国に加造されている。この時豊浦にあった菩提寺、王領山、元渡る寺も吉木に移されており、以後、吉木も大都市へと呼んでいる。元禄12年、 越前松平家が、長州藩主、毛利綱広の伊豆を剣持元重を越前へ連れ去り、一族の松平いよりを養子に押し付けようとした際、毛利成忠は、国志工事家と共に、これを回避するため奔走し、柳沢義安ら幕閣にも運動して、毛利市への血統を守っている。文化二年寮内に、教皇、検証官を設けた。幕末、家臣、服部鉄次哲郎が、 戦徳隊を結成して、金門の辺に参加。藩内の構想では、騎兵隊以下の三隊と共に、俗論党と戦った。明治三十三年、毛利茂助は家族に列士断尺に除された。その子孫、大手宝助により、毛利十一大使が発刊された。吉木玄積寺浦山には、歴代当主の墓がある。小早川高景、毛利元成三男、小早川秀勝。 元成旧男。毛利元鎮、周宝の子。毛利元宝、元鎮の子。通称は北郎、別名に元武者。名乗りは、兵部、佐渡、岩見。吉木入りした、最初の当主。1613年、父と共に、阿川八万宮を集築した。一族の母大寺を両参、玄渡る寺を吉木に移した。毛利成忠、毛利元宝の子。幼名。 万吉、別名に、おさむえ、名乗りは劇、市の神、主殿、子に、広報ら、毛利広金、成田田の子。毛利玄直、孔包の子。毛利修正、玄直の子。毛利修賢、宇田毛利栄当主毛利皇帝の次男。性質は、徳山藩主毛利孔豊の娘し子。子にはますます、田草清志らがいる。毛利ふさな 宇田毛利市営投手・毛利就任の次男。性質は、おさむけの三女。毛利法専、おさむ省の子。毛利防広氏、阿川毛利市営投手、毛利宗邸の子。毛利冒険、朝毛利市営投手、毛利宗仙の子。ゾウス。子に、毛利筑前元助、桂主殿など、多数の男子があり、幕末に活躍した。毛利源一、冒険の子。 山口藩大三次となる。毛利近々、阿川毛利家当主、毛利貴徳の弟、皇帝の子。後離石して、上野五郎と改名。西南戦争で戦死。毛利源一親直離石により、再家徳毛利重助、長州藩士、山本慎一の子で親近、親父家議定。渡米し、鉄道技師となって、鉄道建設事業の多くに関与し、 日本鉄道副社長となる、1900年男爵女爵、1901年7月13日雨水線の逆行事故で事故死、大友総林の娘、木下家貞のご男、養子氏の親父かが離席後、再相続、長州藩氏、山本新一の長男、ありがとうございます。